はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、成功者0人の新たなチャレンジメニューに挑んでいこうと思います。本日ですね、挑ませていただきます料理、もうすでに完成しておりまして目の前に出ているんですけれども、本日はですね、こちら錦糸町にございます肉の山さんという焼肉屋さんなんですけれども、いろんなね、お安くホルモン、焼肉、そしてそれ以外にも海鮮なんかね、日替わりで販売していたりと、もう本当に駅目の前なのですごく人気店みたいなんですけれども、こちらのお店さんで今ね、この僕の目の前に見えております3キロ超えの肉丼チャレンジということで、今までですね、挑戦者1人いらっしゃったらしいんですけども、もちろんその方は成功ができずということで、本日はですね、僕がまずは成功者1名になろうかなと。ただですね、成功者1人目になるのではなくて、チャレンジタイムなんかも結構ガチめに早めにね、挑んでいこうかなと思っております。それでは早速、お肉冷めちゃうといけませんので、チャレンジ挑んでいきましょう。お願いします。はい、3、2、1、スタートです。さて、いただきます。よいしょ、いただきます。ということで、上からだよね、肉がね、でかいの1枚やっぱせっかくなんでね、ハサミいただいてますけど、ちょっとかぶりつきます。もう米だ。今ね、てっぺんにあった一番でかいお肉が完食してるので、ここら辺のお肉ですね。うまっ。うわ、めっちゃ米だなこれ。じゃあちょっといただいてるこの焼肉のタレですね、せっかくなんでかけていきましょう。あら、じゃあこっちか。ちょっとずつ器の底が見えてきましたね。
ということでですね、本日いただいたこちらのチャレンジメニュー、結果としては24分と14秒で完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。ということで今回ね、挑ませていただいた成功者0名の新たなチャレンジメニュー見事完食させていただきました。正直むちゃくちゃ大変です重量自体はですね3.3 キロかな、なんですけれども、重量以上にやっぱりお肉が大量にあるので噛む回数も多かったりと、お腹いっぱい以外のね難易度がめちゃくちゃ高いです。正直ですね、量を聞いて僕も事前にもっと早くクリアできるもんだと思ったんですけど、全然無理でしたお肉はもちろんなんですけれども、その他のもやし、キムチとのトッピングとね、これ一緒に合わせるとまた美味しかったですし、またねちょっとこのチャレンジメニューとは別に改めて焼肉も食べに来てみたいなと思いました。ぜひちょっと皆さんもですね、普通にこのチャレンジメニューではなく、この肉の山さんの焼肉ね食べに来ていただきたいですし、これね本当に重量見た目以上に難易度がありますので、大食い YouTuber さんはねもうガツガツとぜひこのチャレンジメニュー挑みに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。